政治資金パーティーの禁止を提起した立憲民主党を堂々とした考えです。泉さんのお話を聞いてみましょう。産経新聞の深津と申します。冒頭のご発言の中でですね、あの政治資金パーティーについてご言及がありましたが、昨日大串選対委員長がですね、あの6月に政治資金パーティーを予定しているということを記者団に対して表明しました。えー 本ではその政治資金パーティーの禁止法案を提出されていますが、この大セン選対委員長のまあ予定だとか、この判断に対する代表のお考えをお伺いできればと思います。はいあのー、今現在、我が党で誰がいつパーティーを開催するとかしないというのは、これ、個人の政治活動というふうに認識をしていますので、党として集約をしているものでは、これまでもそうでしたけど、えー、ないものですねで、その中で先ほど話をしたように、立憲民主党としてはこれ、相当な覚悟を持って、えー、この禁止法案を出しています。 今朝まさに政治改革特別委員会で自民党議員から質疑がありましたが、例えば岡田幹事長ですね、岡田幹事長は、施設の秘書だけで10人ぐらいいるということですね、その岡田幹事長が我が党の政治改革のこれ、本部長になってですね、政治資金パーティーの禁止法案を出すというのは、これ、並大抵な覚悟じゃないとできないということですよ。 でもその並大抵な覚悟においてもですよ、かといって、いきなり法案を出したから、全員解雇して、全部、あとは知りませんというわけには、これ、いかないわけで、先ほど言ったように、法案には経過措置、この法施行日までの間について用意されていますから、やはりその間にさっき言ったように、収支構造を変えていくということが大事であると考えています。ですから、収入を全部ただ立てば、格好がいいとか、 覚悟が示せるという話だけで済む問題じゃなくて、そこには雇用もあれば、あーそしてさまざまなあやっぱりこの経過措置みたいなものを通じてです、ね、徐々に政治全体の体質を,を変えていくということになると思いますから、まあ、そういった意味で、これ、覚悟は不変です、はい、我々の姿勢は変わりません。その改革を実行していくということにおいては、現実的であるということも必要だと。 思っています。しかし、その政治資金パーティーをなくしていくという、これは我々として明確にしているし、そこに向かって混乱がないように、その法律が実行されるためには、やはり経過措置、これは当然必要であると考えておりますので、まあ、そういった意味では何も揺らぐものはない、はい、あの改革の方向性は不変です。 という考え方、立場を取っているその理由についてお伺いできればと思いますあの同じ世界で競い合うときに、ルールが違った状況で戦うというのは、これは公平だとはいえませんね、ええあの、やはり戦う以上は公平なルールで戦うということが求められるのは当然じゃないですかね、例えば、ね、自主的にまあ、ね、政治資金パーティーを例えばやりませんと言って、 で自民党の方は政治資金パーティーをどんどんやり続けるということで言うと、まあ、その分、自民党の側の収入だけは大きく膨らんで、そしてそのお金を使って、より皆さんに、国民の皆さんに情報を届けたり、活発な政治活動をしたり、多くの人を雇ったりということになっていったままにしておくと。でこれはやっぱり 全く競争条件が違ってくると思いますよね、お金の少ない方が不利になっていくと思いますよね。ですから、この我慢大会とか、そういう競争の話ではなくて、やはり大本の自民党が一番最もこの政治の世界において、資金集めに一番執着をし、そしてまさに額としても一番大きな額を集めている自民党に、 いかにキャップをかぶせていくかという発想に立たないと、あの意味がないですよね、そうじゃない他の政党が我慢してい、えー、くことに意味があるんじゃなくて、自民党そのもののこの大きな、まあ、集金構造、金集め体質そのものをどうやって、えー、制限を課していくかということが必要であって、まあ、そうすることによって政界全体もおこのお資金構造というのはまた変わっていくと。 いうふうに思いますからまあやはりまずそういうことが必要なんじゃないですかね、はい、ありがとうございますやっぱり泉さんいいですね泉さんを応援しますどうせ自民党は邪魔します立憲野党が政権交代を果たした上で政治と金の問題を解消する法律を通してもらいたいです